皆様明けましておめでとうございます。皆様方それぞれご自分の描いた新しい年、希望に満ちた輝かしい29年をお迎えになったことと思います。今日は1月2日なんですけれども、もちろん今日も生放送でございます。しゃべくり松代の323回です。私ども松代テレビ局は2010年に、6月にですね、開局いたしました。そして、今お送りしておりますこのしゃべくり松代なんですけれども、11月に、放送を開始いたしました。そして、6年が過ぎ、7年目に入っております。これも地域の皆様方の お力添えと深く感謝するところでございます。開局以来ですね、地域の皆様方には本当に愛していただき、心から感謝申し上げるところでございます。そしてこれもからでもですね、昨年同様愛していただきまして、引き続き皆様方にご出演いただきますようよろしくお願い申し上げます。それではですね、こちらの方に松代テレビのスタッフが今かと待っておりますんで、それではですね、順番にですね、今年の抱負を申し上げて、いただきたいと思いますが、よろしくお願いします。結構固い話で始まりましたですね、はい。新年明けましておめでとうございます。視聴者の皆様、今年もよろしくお願いいたします。昨年の最終回、私出させていただいて、もろもろのトラブルがあったもんですが、ちょっと言い忘れたことがありましてね、昨年の52回の放送は271回に1月4日からでしたかね、271回から始まって12月26日の322回で終わりました。52回で、さっきというかここへ来る前に集計をし直しましたら、52週の見られた数、ビューの数ですね、4713ビューということで、一番組あたり約ね90番組ということで、福井さん後で遅れてきますけど、福井さんのいろいろこう集計とか今までのデータ分析によりますと、かなり好成績であるというような嬉しい数字が出ております。ありがとうございます。そしてゲストは78名、我々も含めてですけどね、昨年は1月4日から番組始まりましたけれども、それも含めて、6人くらいずつカウントされてますが、含めて78名、ゲストの方を お招きをいたしまして放送ができました。また今年もね、たくさんゲストの方おいでいただければかなと思ってます。はい、それでは小松さん。困ったです。明けましておめでとうございます。まずですね、やっぱり、松代テレビを継続するためにはやっぱ健康が大事かなと思いますので、まず健康を挙げました。次に一日ですね、楽しく大切に生きたいなと思っております。それから3番目はですね、やはり、700回をやる場合ですね、やっぱり資金力ということが大切かなと思いますので、テレビのレベルアップと、それから資金力、それから、視聴率アップということがやっぱり大切かなと思いますので、今年もよろしくお願いいたします。以上です。はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。片桐でございます。ずっとカメラの方を担当してまいりました。今年で先ほどの代表の話がありましたように、6年になります。その間、人物を中心にしゃべくり松代をやってまいりましたけれども、今年からはですね、ある程度人物ももちろんそうなんですけれども、やはり松代の地域の情報を発信するということで、伝統行事とかね、いろいろなイベント、こういったものも織り交ぜて、発信したらいいんじゃないかと、こんなふうに思っております。それにはやはりスタッフですね、これがちょっと
今では不足しておりますもんで、皆さんに、参加していただくように、これからも努力をしていきたいとこんなふうに思っております。まあ、我々もね、いつまでもというわけにいきませんので、その辺のところは考えていかなきゃいけないと、今から考えていかなきゃいけないとこんなふうに思っておりますので、まあ、ご希望の皆さんはぜひ参加していただきたい、こんなふうに思っておりますので、よろしくお願いします。はい、皆さん、お願いします。はい、じゃあ皆さん、明けましておめでとうございます。そうですね、昨年に引き続いてですね、まあ、皆さん、松代の中で活躍している方ですね、いろんな方がいらっしゃいました。でそういう方をお呼びしてですね、まあ、このスタジオで、いろいろとお聞きしたりなんかしましたけど、今年もですね、まあ、それに引き続いて、まあ、いろんな方まだいらっしゃいますね。でそういった方をお呼びしてですね、いろいろとお話聞いていただいて、聞かせていただいて、皆さんに発信していただければいいかなというふうに思っています。まあ、先ほど片桐さんもおっしゃってましたけども、やはりこういったところに参加する方っていうのはちょっと少ないっていう形ですね。まあ、できるだけ、声を掛け合いながらですね、まあ、仲間を増やしていければいいかなというような、そんな形で考えております。まあ、今年もよろしくお願いします。はい、坂下さん、お願いします。はい、明けましておめでとうございます。今年は鳥年ですので、まあ、ミスをしてもうまく取り繕えるように取り上がりたいと思います。とりあえずここです、はい。まあ、今年も頑張ります。今日は高校サッカーでですね、創造学園というところが初めて3回戦も進みました。長野県代表ですけども、どんどんこれもね、頑張ってもらいたいと思います。じゃあ清水さん、お願いします。清水ですけど、明けましておめでとうございます。私はスイッチャーをやらせていただくことが結構多いんですけども、なかなか失敗も多くて、ご迷惑かけていることが多いんですけども、できるだけ、満足いくようにやりたいなと思います。それからビデオもなかなか、昨年は思うようにできていませんでしたが、月に1回ぐらいずつ出せればいいなと思って、今年はその目標で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは、丸田先生、いいですか。はい、はい、丸田先生、聞こえますかね。丸田先生、うん、ちょっと待ってね。はい、ちょっと調子が悪いようなんですけれども、音量はね、今こっちのスピーカーがこっち繋いだ方がいいかなと思ったんですけど。あ、そうですか。はい、それではですね、いいですか、ちょっとそちらの方を繋いでいただいている間に、はい、ちょっとまだ紹介もしなきゃ、ちょっとね、まだいいですか、ご紹介をしてください。あ、丸田先生、聞こえますでしょうか。あ、それでは今、二本松さんがですね、丸田先生とつないでる間にですね、今こちらの方でなんかね、いろいろと謝礼言われちゃってね、私としてはちょっとね、まずいんで、いいですか。こっちです。あ、作ってますね。はい、丸田先生、よろしいでしょうか。声聞こえるでしょうか。あ、そちら、はい、コーディネーターの丸田先生、先ほど申し上げましたけれども、私どもですね、2010年にこの松代テレビを立ち上げるときに、本当に丸田先生には一方ならぬお力添えをいただきまして、この松代テレビを立ち上げることができました。現在ですね、この松代テレビがあるのは、丸田先生のおかげと申し上げても過言ではないと思います。それでは丸田先生、よろしくお願いします。ありがとうございます。当時のことは大変懐かしく、ただ非常にこう、はい、近くに感じられます。昨年1年間は真田丸の発表には行けなかったんですけど、まあ、真田丸と、見させていただいて、松代のへのこう教習といいますか、思いを毎週毎週あって言っておりました。まあ、サラダマールを見終えてですね、やはり一つはそのサラダの重要性というか、日本人にとってのサラダという遺産といいまして、の
レガシーの重要性って感じていて、で例えばその松代にまた上田に行けばですね、サラダを非常に身近に感じられるという意味で、あの松代があのこのような形で入れてですね、真田の時代のものを残してくれているということは大変ありがたいと思いますし、まあ、それが故に、まあ、単なる観光を越えてその松代に行くではないかというふうに思っていました。あのそこによるとやはり松代も、新しいお客さんを迎えてですね、活気づいていたということをお聞きしますけども、あと、まあ、サラダばかりじゃなくてですね、そしてあと様々な引き出しをお持ちになっていらっしゃいますので、あのそういった引き出しを、まあ、折に触れてその日本の皆さんにですね、あの、まあ、開いていくという役割が、まあ、あるんだろうなというふうに思っておりました。あのなかなかあの月曜日ですね、あの19時という時間に松代テレビを拝見することはできないんですけども、あの改めてその、まあ、ホームページあの見させていただくと323回でした。で本当にあのもう恐れ入りといいますか、継続は力なく力ないというのはもうそういうことに、あの、まあ、あの まさに松代テレビが、の力を表しているなというふうに思います。で、まあ、500回1000回と続けていっていただきたいんですけども、あの多分ですね、その松代の持つ特典とか歴史のところとも皆さんがやっているその IT のメディアのこうミックスというのがもう、なんていうのか、化学変化が起こっているんだと思います。ただこれもあの周りの人とか次の世代にこう引き継いでいくと、よりその化学変化というのがあの目に見える形にあのなるというふうに思いますので、先ほど2つの方針あの、まあ、集めていく広げていく話がありましたけども、あの若い世代また周りの地域の人たちに作られて2つを集めていただくと、まあ、そういう効果というかね、目に見える形で現れていくのではないかというふうにあの思っておきます。あと来年もまた来年も、ぜひこういう形で担当させていただければと思います。皆さん頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかあの丸瀬先生にどなたかあのなんかお話あったら、ご質問あったらこの際ですからね、丸瀬先生ご質問あったらどうですか皆さん。はい、何かよろしいでしょうか。まあ、私からですか。あのスタッフから今何かあったらと思ったんですけども、よろしいですか。よろしいですね。はい、わかりました。もうあの丸瀬先生に今お話しいただいて、全て分かったようなんで今あの先生に、ね、本当にお米、皆さんあれですよ、ね、はい、皆さん昔6年前に比べてお若くなってらっしゃるんですか。そうですか。いや先生お上手ですね。あの先生あの今ねお褒めの言葉をいただいちゃって恐縮しているところです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、先生また今年もよろしくお願いします。はい、あのぜひあのギネスブックへの登録申請も、うん、分かりました。、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今日も予定通りその15分なんですけれども、最後ちょっと時間ありますんで一言ずつ何かありましたら一言ずつお願いします。先生ありがとうございました。ギネスブックの申請なんですが、いろいろ今あの研究中でございまして研究中ってことないか、結構あの申請料がかかるんですね。まあ、あのホームページでっていうかあのインターネットで調べた限りでは30万ぐらいかかるというようなことがありました。それと事務局の方へあのお聞きしましたら、必ずしもその申請をされてその結果がどうこうっていうのはかからない、あのあれでお金はかかっちゃうよというようなことも言われてます。かなり慎重に進めてはいます。で、まあそれをそういったことを励みにですね、あの我々も今とにかくまあ切らさないようにということで、みんなそれぞれ苦労しながらゲスト探しをしたり、しておりますというようなのが現状なんですね。はい、はい、尾本さん最後一言何かありましたら。これをですねさらにレベルアップしてね、継続できるようにみんなで頑張りましょう。はい、佐竹さん最後一言ありましたら。はい、継続は力なりこれ一言ですね。はい、ありがとうございます。はい、三田さん、
何かありましたら、まあ、引き続いて、まあ、ここのマチャルセンターを活用してですね、まあ、いろんな方に参加していただければいいかなというふうに思いますね。はい、坂井さん、ですね、今ニワンマさんが言ってらっしゃるようにですね、やはりスマホを使った技術ってどんどんやっぱ使っていった方がいいような気もしますし、私も勉強してですね、どんどん活用できるように、やりたいと思います。そうすれば新しいスタッフもね、入ってきやすいんじゃないかなと思います。はい、清水さん。清水ですけど、まあ、1回でも長くここに来れるように頑張りたいと思います。はい、ちょっと画面を変えていただいて、どっちする、はい、行ったり来たりでお願いします。はい、それではちょうど時間になりましたけれども、はい、もう少し、はい、あ、丸田先生、丸田先生、少しまだつないだままにこのまましておきますので、画面の切り替えできるかどうかですが、また今後もですね、番組お時間都合がつきましたら、こんな形でご参加いただければありがたいというふうに思ってますが、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、先ほど皆さんからもお話ありましたけれども、地域の皆さんにですね、参加していただきまして、末永くこの番組も継続していきたいとこのように思っております。皆様、今年それからずっとですね、まちろテレビをどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って、はい、どうぞ。今、小又カメラマンがズームの準備で来ました。はい、はい、はい、よろしいですかね。はい、1月のですね、10日、こちらですね、こちら見ていただき、七福神巡りね、これをですね、火曜日、1月10日火曜日、マスレキ集合です。1時から、受付開始ですがね、七福神巡りやりますので、ぜひご参加いただければなと思います。あと片方ですね、こちら、16日の月曜日ですけれど、こちらは龍泉寺と閻魔大王の、ね、拝観図というのがありまして、まあ、その近くにお寺さん3つほどあるんですが、それと一緒にです、ね、回るような形になります。町歩きセンター集合です。10時出発になりますのでよろしくお願いします。まあ、暖かい格好してきていただければありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、はい、いつもの通り予告放送、はい、お願いします。はい、はい、来週ですね、1月9日ですが、はい、まあ、ここの NPO 法人夢空間、真っ白の街と心を育てる会、ね、加山理事長をお迎えしまして、28年度の総評と29年度の抱負を語るという形で、まあ、パーソナリティ私がやりたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、そんな形です。はい、いろいろね、皆さんもこちらで事務局長でご苦労いただいてましてね、はいはい、大変なんでしょう。大変でした、ね。まあ、来年再来年って、ね、見越して、去年はうんといる何でもかんでも受けちゃいましたけども、うん、はい、その話もいただけると、そうですね、そんな形でできればいいかなというふうに思います。はい、それでは来週のしゃくりますの、はい、お楽しみに。お楽しみに。そろそろそれから夏しらまた見たね。窓映って